べちゃいますよ。食べちゃっていいよ。しゃあないな。醤油間違いない。醤油間違いない。タイの味なんかないですもん。醤油。醤油うま。ちょっと醤油舐めさせてくれ。醤油うまいですね。醤油うまっ。醤油ください。醤油くださいって。醤油うまっ。うまい。どうしてもね、かわいそうってのが勝ってしまうので、ね、ちゃんとね、バシッとね、さばけるんやったらね、いいよね。だからもうちょっとね、魚のさばき方とかを学んでからね、ちゃんとさばいてあげないと、魚がかわいそうだから。ちょっと待って、まだ。この最後の一匹の、ベラちゃんは逃がしてあげようこと放流で逃がしてあげてくれ。よかった、ありがとう。元気だよ。最後の覚悟したでしょ。食われへんっていう気持ちとも戦ってたから、ね、それがやっぱ精神的に来るな。やっぱりマジで麺がないっていう状況、結局敗因は何？俺負けやと思うねん今回。今回正直負けやと思うねんけど、敗因は何なの？物のあるんじゃないか、反省点みたいな。まあ、まずまあ運を味方にできたから、ラーメンという、まあこれはうま。あとは、そんなに甘くないと思う。やっぱ食のありがたみよりは良かったね。ちゃんと加工されてる魚っていうのはちゃんと食わなあかんじゃん。やっぱ魚は気持ち悪いですね。気持ち悪い。言うても臭い臭いし、ぬるぬるするしさ。
か魚じゃないもので考えなんですよ。ちょっとお金払えば食べればっからね。やめろやめろやめろ。